はい、皆さんこんにちは、パンサー450でございます。今回はね、前回の動画の続編みたいな形になりますかね。この SPX90、 前回の動画でやっぱり SP90 のヒュアが良かったなって話のオチになってしまいましたけども、これはね、補足じゃないですけども、あのヒュアごともね、短いスパンでヒュアってさせるんだったら、何も SPX90 にこだわる必要なく、コンパクトペダルでもね、リバースだったり、ゲートリバーブでもね、全然ね、十分ね、補うことはできると思うんですが、やっぱこの長いね、スパンでね、ダンプレのアウトロとか、モラルのアウトロはどうしてもやっぱ、こういう SPX90 使った方が雰囲気が出るのかなと思います。で、今回は何が言いたいかと言いますと、この SPX90 のヒュアウトに、やっぱり何パターンかね、世の中ね、こう、データが出回ってましてですね、僕が今回紹介しましたのは、このアーリーリフレクションの場合なんですけども、このパターンと、もう一つは、おそらくね、僕がもう十何年前にね、リバースゲートのセッティングのね、やつをね、メモったやつがあるんですけども、多分、シンチさんかな、シンチさんのセッティングだとは思うんですけども、アーリーリフレクションの場合のヒュアと、リバースゲートのバージョンのヒュアと、そして一番最後は、今の布袋さんは、ゲートリバーブの、しかもタイプがリバースではなくてランダムなので、今の布袋さんのヒュアがこんな感じだということをね、紹介してみたいと思います。興味がある方はね、最後までどうぞご覧ください。では、行ってみましょうか。まずはパターン1ね、メモリーの5番で、アーリーリフレクション、タイプはリバースでヒュア出してみたいと思います。これが一番自然なヒュアーのような気するけどね。続きましてパターン2ね、ナンバー17番のリバースゲートを選んで、タイプはリバースね、これでちょっとヒュアーしてみます。これもいい感じですね。最後はね、ゲートリバーブをちょっと選んでみました。メモリーも55番に入れましたね。なぜかって、布袋さんが今メモリー55番で、ゲートリバーブでタイプが、ランダムになってるので、これでヒュアー出してみたいと思いますね。タイプが、やっぱりリバースからランダムに変わるとちょっと違うんですかね。細かい、セッティングはさっきの、ナンバー17番のリバースゲートと同じなんですけども、これでヒュアー出してみたいと思います。タイプがランダムの方がなんか えげつないというか、かなりエグいなんかヒュア音が出るような気がしますね。まあ、どれでもパターン1でもパターン2でも今回のやつでもね、ヒュアはするんですけど、果たしてどのヒュアが一番いいんでしょうかね。で、今の布袋さんはね、このエグいヒュア音にね、ハイパーリード使ってブーストさせてるぐらいですから、これはかなりエグいヒュアにはなりますね。で、昔と違ってね、今はやっぱヒュアさせながらフレーズを弾くってことを今布袋さんしないので、やっぱりボーイ時代のヒュア音と今のヒュア音ではかなりこう差が出るというか、音のね、なんかヒュアの感じはだいぶ違いますもんね。そこがちょっとね、面白いかなという気はしますね。はい、以上そんなとこでしょうか。ということで、ね、皆さんもね、SPX90 をね、お持ちの方はね、そういうね、今の布袋さんの音とか、ボーイ時代の音とかね、いろいろ聞き比べながらね、楽しんでみるのもいかがでしょうか。はい、ということで本日はそんなところです。ではまた、パンサー450でございました。